スペランカー、スペランカーは1983年にアメリカ合衆国のマイクログラフィックイメージから発売されたあたり8ビットコンピュータ用横スクロールアクションゲーム。主人公を操作し迷宮の最下層にある伝説のピラミッドに眠る財宝を手にすることを目的としている。1980年代前半に北米において トモドール64にも移植され、人気を博した。とはいえ、数字的にはそれほど大きくヒットしたわけではなかった。開発者は、ティム・マーティン。日本では、ブローダーバンド社からライセンスを受けた、アイレムが、1985年12月7日に、ファミリーコンピュータ用ソフトとして販売したところ、数十万本を売り上げる、大ヒットを記録した。 1986年には同社によりアーケードゲームとして稼働されたほか MSX にも移植された。以降開発の主導は IREM に移り続編、リメイクがいくつか出されている。2011年まで IREM が半ば自社の看板キャラクターとして扱っていた。ファミリーコンピュータ版はバーチャルコンソール対応ソフトとして2007年に Wii、We、2012年に Nintendo 3DS 2013年に Wii U にてそれぞれ配信されたほか、2009年には携帯電話アプリゲームとして i a p p l S アプリにて配信された。MSX 版は2009年に Windows 用ソフトとして ProjectEgg にて配信された。また、あたり8ビット版とファミリーコンピュータ版、アーケード版は後に、 プレイステーション3及びプレイステーションビータ用ソフト、スペランカーコレクションに収録された。後に続編となる、アーケードゲーム、スペランカー223の鍵が稼働されたほか、ファミリーコンピュータ用ソフト、スペランカー2有者への挑戦が発売された。現在のスペランカーの権利は、かつてファミコン版、スペランカーを開発した、アイレム社員であり、ティム・マーティン本人と持ちきである。 スコット・ツムラが後に設立した、東西ゲームズが保有しており、みんなでスペランカーなどの続編もそこから配信されている。ヘルメットをつけた洞窟探検家を操作し、エレベーターとのコボートなどを乗り継いで、洞窟最下層にある秘宝の山を目指す。本作の探検家は、ある程度の高さから落下しただけで一ミスになるという、シビアさで知られ、この探検家は、 コンピューターゲーム史上最弱の主人公の筆頭に上がるほど画面上部にはエネルギーゲージが設定されており時間経過やブラスターを打つことにより減っていくためアイテムを取って回復しながら進むことが求められる他にぶつかるとミスになる障害物が多数存在したり鍵を取得しないと開かない扉もあったりと難解な要素もある隠しアイテムとして 特定の場所でジャンプすることで出現する位置アップ。特典2倍、無敵、赤い薬と壁を爆弾で爆破することで現れるダイヤがある。また、ミラクルと呼ばれるアイテムは、取ると何らかのアイテムが増える。ランダムではなく、内部的にフレームごとで決まった変化をしている。敵キャラは探検家を追跡するゴーストと、フンを落とす、川掘りの2種。それぞれ、 エネルギーゲージを消費して放つブラスターと呼ばれる銃のような武器とアイテムの取得で使用可能になるフラッシュで退治できる。エレベーター、ロープス、フォールズ、滝面、ピラミッド、トレシェールの5面構成である。各面のオープニングで Now Entering the o p e s などと表示され、得点の加算と1アップのボーナスがある。ファミコン版、MSX 版では 秘宝の山にたどり着くと開始地点まで戻り難易度が上がる。以降はこれを繰り返す。これまでに6つのバージョンが確認されている。なお、日本で2013年1月17日にリリースされた PS3 用ダウンロード専売ソフトスペランカーコレクションには原点である当たり版とファミコン版、アーケード版が収録されており、各バージョンの差異を簡単に確認できる。 コレクションでは1984年版をオリジナル版として収録。1983年にマイクログラフィックイメージ社としてのゲーム第一弾として発売したもの及び1984年にブローダーバンド社から再発売されたもの。後者は若干遊びやすくなっており、クレジットが1984年となっているブローダーバンド社の名前が入っている。 などの細かい違いがある。後術のスペランカーコレクションの発売に際して、東西ゲームズのスコット・ツムラが原作者のティム・マーティンに尋ねたところ、ティムはブローダーバンドシャバンの方が好きとのことで、スペランカーコレクションに収録のオリジナル版ではブローダーバンドシャバンが愛食された。1984年発売。 ティム・マーティンが実際に関与した最後のスペランカーとなっている。あたり8ビット版のオープニングテーマであったモデスト・ムソルグスキーの展覧会の絵に代わってティム・マーティン作曲のオリジナルのオープニングテーマが採用されており、このテーマ曲はファミコン版以降四半世紀後のリメイクであるみんなでスペランカーに至るまで踏襲されている。他はあたり8ビット版の完全移植に近い。 この版が日本を除く世界各国で最も普及したスペランカーであり、アメリカのみならずブローダーバンド社が販路を持つ世界各国でも販売され好評を受けた。PS3 用のスペランカーコレクションではコンソール版と故障。1985年に日本のゲーム会社アイレムがブローダーバンドよりライセンスを取得し、当時日本でトップハードであった。 ファミリーコンピュータ用ソフトとして移植、販売した。移植を担当したのは、当時アーケード版、ロードランナーなども担当しており、後に東西ゲームズとして、みんなでスペランカーを制作する、スコット・ツムラ。コモドール64版を、ほぼ踏襲しているが、オリジナルとは、キャラクターのグラフィックや色が異なっている、マップの段差などの再調整。 ゲーム中に流れる BGM が追加されている、クリアした後に2周目以降がある、などの違いがある。5面構成の各面の区切りは赤い扉で代用されており、これを鍵で開くことで、得点の加算と一致アップが行われる。日本で大ヒットし、ティム・マーティンは、アイレムからのライセンス料によって、マイクログラフィックイメージ社の負債を返済することが、できた。アイレムによる、 この番が日本で長く愛されることになった要因として前述の通り自分の身長の高さを落下しただけでミスとなるシビアな操作性と難易度2周目以降の存在が挙げられる。クリア周回を重ねるとクリアに必要なアイテムが見えなくなるなど2周目から6周目にかけてもともと高い難易度がさらに上昇するためどこまで続けられるかというやり込み要素につながることとなった。 6週目以降は、6週目と同じ内容となるため、精神力、集中力との勝負となる。そして、256週目は1週目とほぼ同じだが、鍵が表示されず、257週目は1週目と、全く同じになる。難易度の高さに関しては、賛否両論があったが、制作者は、チャレンジ精神が旺盛なプレイヤーに対して、チャレンジを促す意味合いがあったのと、 また、難しさが、ゲームの特徴の一つにもなるかな時を使った結果、あのような難易度になったことを証言している。スクーンなど、当時のアイレム発売の他の、ファミリーコンピュータ用カートリッジと同様、全部に取り付けられた赤い発光ダイオードで電源のオン、オフが確認できる。また少数だが、再版と、おぼしき発光ダイオードのないカートリッジも存在する。なお、 カセットに LED が搭載されている理由は、製作者が電源が入っているのにカセットを抜いてしまうことがよくあったので LED でそれがわかるようにしたからとのこと。前述した通り日本では一番知名度の高いバージョンであるので、あとも様々なゲーム機に移植された。1985年にアイレムが開発、発売。バイ。 ティム・マーチンの名が冠されてはいるが大幅なアレンジが施されており、全く別のゲームとなっている。残機バイタリティ性を採用、段差からの転落やガスなどの障害物への接触でも、ダメージは受けるがすぐ死ぬことはない。バイタリティが十分に残っていれば、身長の20倍以上の高さから落下しても、平気であり、難易度は、ファミリーコンピュータ版より低い。 しかし、何もしなくても、時間の経過で、バイタリティが、少しずつ減っていくために、回復アイテムを取りながら進む必要がある。パワーアップアイテムを取りすぎるとスピードアップしすぎて、えって死にやすくなる傾向にある。エネルギーガンによる攻撃は、持続式から単発式に変更されている。ステージ進行については、前述の内容と同様に洞窟の深層部を目指し、 財宝を探し当てることが目的。画面右上にはどこまで潜っているかを示す深度計がメートル単位で表示されている。途中、高得点アイテムのある財宝が安置されている台比がいくつかあり、それぞれがステージ中間を兼ねている。ステージ中にあるギミックを作動させることで床が消えたりロープが出現したりする。 新装部の大品を開けると、別の洞窟への入り口が開かれ、再び0メートルから開始するループとなる。2013年、前述のコレクションに、続編、スペランカー223の鍵とともに、家庭用ゲーム機に初移植された。1986年にアイレムからリリースされた。ゲーム内容的には、ファミコン版と同様であるが、 ハードの性能のためスムーズなスクロールができないなど操作性が劣る。2009年4月28日よりプロジェクトエッグにて販売されている。ファミコン版、スペランカーが1987年に NES 版としてアメリカに再上陸した。アメリカのプレイヤーには難しすぎたこと、1987年の 時点ではすでにリッチとは言えないゲーム内容になっていたこととパソコンゲームを主な事業とするブローダーバンド社が NES 用ゲームのマーケティングに増えて出会ったこともあってヒットしたとは言い難い。あたり2600用のゲームを開発していたゲームズバイアポロ社が1982年末に 当たりショックに巻き込まれて倒産した後、ティム・マーティンを中心とするメンバーが独立して、マイクログラフィックイメージ社を設立。ティム・マーティンらは1983年の CES に、自ら出向いて、ブローダーバンド社や CBS といった大手パブリッシャーと、デベロッパー契約を結び、独立の担保とした。1983年、独立後のゲーム第一弾として、 満を持たして発売したのが元祖スペランカーである。当時はゲームを一人の開発者の名前で売るのが流行であったため、スペランカーも制作の中心人物であったティム・マーティンの名前が全面に出されている。1977年発売の低性能なあたり2600プラットフォームでは、スペランカーのようなリッチなゲームが開発できなかったため、 対応プラットフォームをあたり400やあたり800などのあたり8ビットコンピュータ用として開発されたが、あたりショックの余波はあたりマイナス8ビットプラットフォームにも影響し、新興の弱小企業であるマイクログラフィックイメージ社の製品を問屋が扱ってくれないという状況に陥る。マイクログラフィックイメージ社は資金繰りが悪化したため自社での販売を諦め、デベロッパーとして 以前より顔を売っていたブローダーバンド社に全ての権利を異常し業務停止することになる。その後、ティム・マーティンをはじめとするマイクログラフィックイメージ社のメンバーはブローダーバンド社の下請けとなり、オリジナルのあたり8ビットコンピュータ版は若干のリメイクの上で再発売、その後当時のアメリカのトップハードとなったコモドール64パンの移植も担当することになった。 ティム・マーティンが実際に制作に関与しているのは、コモドール64版までだが、以降の版にも原作者として、バイ、ティム・マーティンの名が冠されている。タイトルの由来である、スペルンクは、天然の洞窟を探検するという意味の英単語である。同様の、洞窟を探検するという意味を持つ、英単語に、ケーブがあるが、名詞としての、ケーブは、天然、人口を問わず、洞窟や、 地下校全般を意味し、ケービングは、レクリエーション、レジャースポーツとしての洞窟探検を意味する。タイトルの、スペランカーは、前者を実行するものすなわち、天然の洞窟を調査探検するものを意味する言葉である。原作者のティム・マーティンは2010年現在も、本作品に大きな自信を持っており、ブローダーバンド社からの独立後もアミーガ用、ソフトウェア事業や、 インターネットプロバイダ事業など数々のスペランキングを成し遂げてきた自身をスピーランカー外と称しており、ツイッターや YouTube でのアカウント名としても用いている。また、アイレム社員としてファミコン版、スペランカーやアーケード版、ロードランナーを担当したことが縁となり、ブローダーバンド社との協業のために渡米、アメリカ国籍を得て、東西ゲームズを設立、アイレムとティムマーティンより、 権利の異常を受け、みんなで、スペランカー制作などの、スペランキングを経験することとなる。スコット・ツムラは、ロードランナーと、スペランカーによって人生が変わったと証言している。アーケード、ファミリーコンピュータともに続編がある。どちらもアイレムが開発、販売しているが、ゲームシステムは、両者で、全く別物である。また、みんなで、スペランカー以降の作品は、 直接的な続編ではないが、ファミコン版、スペランカーと同一人物によって制作されたもので、ある。アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社が、公式ページで、ふるさと4コマウタの一つとして10年以上、連載していたの4コマ漫画。学校の先生になったものの日常生活でもすぐに、死ぬことで好評を博した。本作以外の作品も収録して、 スペランカー先生、アイレム初特選ふるさと4コマ小歌のタイトルで単行本化。月刊コミックラッシュ2009年10月号より2010年3月号までが、毎号、異なる作家の連作形式で連載されていた。追加原稿を収録の上、単行本化。上述のアイレムの四コマ漫画、スペランカー先生を原作とした。 ブラッシュムービーアニメ。2011年3月16日発売。他、舞台、スペランカーとして、上野ストアハウスにて2014年2月19日から2月23日まで、公演。公演の模様は、DVD 化された。A か、B と書かれているのは、ダブルキャスト。ありがとうございます。